スケールボール。ただいまで今日カットンブッシュ大スロー。あー負けたね。はいはい、こう、はい、なんだこれ。ネクロバレーの曲が発動。いやーサーチだーネクロバレー。ハドモンが過ぎてエテクダネクバレー。そのネクロバレーモンスターの DNA。シェカンリッカで、シレイさんの効果やばい。先行ネクロバレーやばいなぁ。青く封じる意味でも貼って、ギャやべぇ、あのカードメターの際にどうしようかな、どうする、対応できんのかな。セットのセットで、いやエンドだな。バック嫌だドロー。とにかく嫌な場を作っても、ハンドは綺麗、ハンドは綺麗スタンバイメインフェイス儀式の下準備を発動。デッキから儀式魔法1枚、そして名前が書かれている儀式モンスター1体を手札に加えることができる。俺は祝祷の聖火1枚、そして名前が書かれているブルーミラージュをさあ釣ることができる。無尽サフィラ、さらに俺は通常召喚デクレアラーディバイナー、召喚特召喚成功時効果発動、デッキエクストラデッキから天使族モンスターを送るので、今回はエクストラデッキから送らせていただく。当然アークデクレアラー、なぜその使い方だよ。アークデクレアラーが墓地をくれた時効果発動、デッキから儀式魔法1枚もしくは儀式モンスター1体を手札に加えることができる。セブンエンジェル、回さっていいや。短周レジまでレベル6になってるぜ。祝祷の成果発動。レベル6になっている。モンスターを一体リリースすることによって、レベル6であるサフィラを特殊召喚することができる。なんて綺麗なシナジーなんだ。デザインしたやつ神。そしてリリースされた場合のデプレアディバイナーの効果を発動。ハンドかな。ハンドに引きすぎてるけどね、うん、サイバーマックエンジェルを特殊召喚、特殊召喚成功いこうか、うん、デッキから機械電子儀式魔法または1R チャージを手札に加えるので、チャージをハンドに加える。じゃあチャージを発動。はい、ネクロバレーマジで刺さってる。何もできねえ、何もできん。このままエンドかな。なるほど。で、エンド時にこのサフィラの効果で2枚ドローして1枚捨てる、うん、テラフォーミングがこの際いらんか。エンドドロー2枚タイムに、やこれターン返ってきたら僕は嬉しい。エンドだね。いやよかった。私のターンドロー、勝ってくりゃね、なんとかなるでしょう。スタンバイメインフェイス、こんなのに聞こえやかな。通常召喚サイバープチエンジュ、はい、召喚特殊召喚成功時効果発動、機械天使の儀式またはサイバーエンジェル儀式モンスターを手札に加える、機械天使の儀式を手札に加える。さらにジャージャージの効果と、墓地のカード対象に取れねえからもうどんどん後を失うしかねえ。魔法カードを切って弁天を察知、弁天そして機械天使の儀式を発動、弁天をリリースし直さてやろう特殊音、リリースされた弁天の効果と、ネクロバレが貼ってあるのに墓地効果を好き勝手使うという。光天使をサーチ、イーバー、ただイーバーの効果は墓地からコストでカードを除外するから、あいつをぶっ飛ばせなかった場合は厳しい。
みたいな妄想で、ウルトラガン、ね、トレメアフェニックスのリンク召喚成功時に効果を発動、反動切って対象ネクロバレーにとって破壊する、破壊される、やったなくなったから蘇生効果使える、効果増でクレアラーディバイナル、このカードを特殊召喚し、こっそり戻すことになって特殊召喚し、特殊召喚成功時効果増、エクストラデッキからアークレクレアラをポイントすることになってデッキからアークレクレアラの効果で儀式のインスタルか儀式の魔法をサーチすることができる、サイバーエンジェルダキニョハンドに加える、トレメアフェニックスとナサテイアでリンク召喚、炎王神ネフティス墓地のナサテイアの効果と対象裏処理モンスター、対象にとってこのカードを特殊召喚しつつコントロールをいただく効果やったなにかなにか、えってなると、なんだこのカード破壊しなくてよかったぜなんだこのカード、サムテラーの射手反転召喚、じゃあバトルフェイス1000、まあ、600、そんな取るんで、2400、2500ネクロバレーがヤバかったかなんとかなったぜこのデッキネクロバレーを先に貼られるとマジで対抗手段がトロイガフェニックスしかないからトロイガフェニックス止まったら終わりなんだな、あとユニコーンもいるけどね、手札がね、残り2枚がね、なかったんだよ